どうも、あゆちりなでーす。さて、今回はですね、前回のエストレステップ1に引き続き、ステップ2をお届けしたいと思いまーす。全部でステップ4あるんですけれども、そのステップ2に突入したという、回でございます。ぜひステップ1まだ見てないよという方は概要欄に、リンクを URL を貼っておきますので、そちらの方も見てください。今回はステップ2で、そこからですね、ステップ2はなんとセルライトのケア、ほとんどの女性がこのセルライト悩むんじゃない。このステップ2というのはとにかくセルライトに特化した、そんな、ケアになります。運動が50分で、セルライトのケアもうそれだけを特化して30分やってくれるようになって、少しね、運動量も増えて代謝も上がって、そんな中でセルライトを除去していくっていうようなコースに変わっていくの、すごい考えられてるでしょ。特にね、私セルライトがすごく多いの。あのエステのサロンでね、あの寝転がって見てもらってね、言われたんだけど、本当に普通の人よりもセルライトができやすい体質やし、見た目以上にセルライトの量が多いということで、結構早い段階からステップ2に入りました。セルライトケアに入りました。とにかく全然ノンストレスで、いてててて、とか今めっちゃセルライト潰されてるわとかっていう感覚もなく、セルライトが流れていってるような状況で。で、本当に体質、最初のステップ1でしっかりと体を流す体っていうのを作ってくれてるから、だからこそそのセルライトケアの機械がしっかりと結果を出してくれるという感じでやっています。どういう体にしていきたいかによって、やっぱり内容も変わってきます。とにかく私はステップ1でも言ったんですけれども、本当にびっくりするぐらい筋肉量が少なくって、まずはその筋肉量を上げていくために下半身のトレーニングに集中しています。これは今ステップ1からステップ2に移行しても変わらずに、とにかく下半身にしっかりと体を支える筋肉をつけて、そこから上半身とかのね、シェイプアップにつなげていこうということで、とにかくひたすら下半身をやり込めてますっていう本当にこれは言ってみなきゃわからない、数値を測ってもらわなきゃわからないということで、ステップには、あ、必ずこんなことをするんだっていうことでもないんですけれども、私の場合ということで、このステップ2ということで、今回お送りさせていただいているので、参考に見てもらえたらいいなと思います。それではぜひぜひステップ2の内容をご覧ください。どうぞ。で、そしたら少し膝曲げていただいて、で、このままちょっとお尻をしめながら上げていただきます。で、ここのトレーニングを最初していきます。ここを感じる、はい、手は手は地面についた方が立ち上がりやすいです。で、少しお尻を上げてみましょうか。そう、で、この時になんかつま先重心になっちゃってるので、こっちに持ってます。そうそうそう、あー、なるほど。あー、ほんまや、膝ほら急に効く。で、つま先ちょっともうちょっと上げたいです。10秒間になりましょう。1、2、で、膝ちょっと開いてあげて、3、4、5、お尻上げます。6、7、8、9、 OK、 それで休憩しましょう。こらよかった、地味やから伝わらんけどさ、すごい筋肉なんかの、ほんまに、うん、そうですね、ピンポイントでちょっと今日は狙っていくので、ピンポイントやって、8、あと5秒、4、3、2、1、 OK、 ありがとうございました。あれ一回ちょっとギューッと紹介です。
そしたらまず右足、
右足を後ろに引きます。はい。引いたら膝がつくかつかないかまでつながったら。これだ。これだ。はい、これです。この間の時覚えた。そう。2回やったら次、この間と同じ斜め後ろに。ああ、2回やったら斜め後ろに。2回。これを片方20回。とりあえず1セットやってみましょう。今4回終わり、次5回目、せーの、5、あ、待って、そう、下がって6、次斜めに7、あ、かっこいい、8、まっすぐ8、少しスピードアップ、すぐ9、9、はい、これどこに効いてるってイメージ、こう、そうですね、左の何回か分かんなくなっちゃった。次13だ、13、よいしょ、どういうこと、どういうこと、重視、いいですね、んどういうこと、どういうこと、重視、15、そう、16、そうです、20も、そういうことか、重視、そうそうそう、あ、全然大丈夫だ、18、あと2回、19、20、うん、これぐらいやれば、ももの裏とお尻に、これが、右足終わり、はい、左足、左足終わり、はい、で右足も同じようにやりましょう、はい、10、OK、これを2セットいきたいですね、はい、これで1セット終わり、一回お水飲みましょう、次はね、ワイドスクワットプラス、腹筋もちょっとしたいから、首で腹筋、まあ、両方できる。今日は何でしょう、はい、ワイドスクワットの位置はだいたい肩幅の2倍ぐらい、つまずいては45度で、どう思う、もうちょい狭くするかな、つまずいて、そうです、いいですね、はい、で、膝が絶対にこうやって中に入らないように、あ、これするとめちゃめちゃ膝痛くなるし、よくないね、つま先の位置よりも外で、お尻が、お尻は後ろに、後ろの壁にグッと向ける。あ、バッチリです。めちゃくちゃうまい。これで1。上がったら、左足上げて、右足上げて。すごいやりたくない。せーの。1、左アップ。右アップ。2、できれば、肘に膝をつける感じ。3、脇腹。脇腹。いいですね、10回を3セット、はい、で、1日メニュー終了でいいと思います、巻き場、あと2回、9、巻き場、巻き場、ラスト10、はい、巻き場だ、 OK、 いいでしょう、あと、これがライブやったついていかれへん、ライブやったらこれかもしれない、ライブの振り付けやったら全然ついていかれへん、こんなダサい振り付けなくないですか、ね、なんか脇腹よし、今日は以上になります、今日は、そっか、今日は以上になります、ありがとうございました、ありがとうございました、今日も先生はお邪魔しました、ゆずるくんでした、ゆずるでした、ありがとうございます、そしたら先生四つん這いで、はい、肩の真下に手首を置いていただいて、膝の真下に、お前にご飯ですね、そのまま息吐きながらおでこつまって背中突き上げます、で吸いながら腰と背中反って最後顎もちょっと上に取られるか、そうです、それてるかな、それてますけどギリギリです、そうで吐いて丸めます、かじんちゃん の呼吸のペースで OK なので、ゆっくり10往復ぐらい行きましょうか。
ちは得意なんですけどね。こっち得意だけど、理解ですね、こっち。そうですね。まあまあ、でもさっきよりはいきますね。イメージは本当におへそを下にって感じ。そう、そうです、そうです。はい、背中まっすぐに戻していただいたら、つま先をちょっと立てましょう。はい。ほい、あ、足の裏を横に下ろして、しっかり今度は根元まで立てるんですね。で、右側にお尻をぐるーっと回して、かかととお尻くっつける。で、左側から上がっていきます。そう。さあ、いいですよ。この股関節の中の方をちょっと回して、ほぐしていきます。気持ちいい気がする。これは絶対やった方がいいですよ。そう、なんかね、なんか、付け根、はい、のものの、あそこがなんかもうキューって回る感じですよね。そう。はい、そしたら、そのまま右足を両手の間に出していただいて、で、膝から下をちょっとずらします。はい、そうです、そうです。で、後ろ足はずっとずっと体重乗せて、お尻床につけたり、反対の足の付け根を床に近づけたり、ウエストちょっとひねって、そうです。で、またお尻いきます。そう、お尻です。で、また反対。足の付け根と、さあ、僕の右のお尻と床を押してみます。さあ、何回か繰り返します。基本としては、バーの端を掴んでいただいたら、一回肩を下げるだけ、これだけ練習します。わかりました。で、下げれるようになったら、体を後ろに倒して、胸を張ったまま、鎖骨のすぐ下ぐらい、膝を下ろしていきます。で、まずは、これ二の腕を上げるときに大事なのに、この種目、腕力で引っ張ろうとする人多いので、ここを忘れてください。上げます、一回。そうです。で、脇の下のラインをここまで下ろしてください。下持って力で、あ、肘を伸ばしたままで。肩だけ上げて、肩だけ下げる。そう、いいですね。絶対肘曲がってますね。あ、これ曲がった、なんていいや。曲がらないように、ふず根元だけで。そう、それがいかに自分でできないか。そう。左なんでもう全然動いてないもんね。難しいやん、これ。引っ張らしの人多いですね。こうなってる。あ、そう。上がってる。下げる筋肉がもう衰えてる証拠ですね。うそー。そう。多分神経つながってないですね。1、2、3、4、5、6、あと4回、7、
私はもう、8月のライブが終わって髪の毛もねショートになってるので、もう今ちょうどステップ3で、トレーニングに通っているところなんですけれども、ちょっとしばらくライブ後大阪にいた期間が長くって、1ヶ月ぐらいちゃんとトレーニングが できてない状態、多分ね体脂肪もう上がってると思うし、体重もちょっと増えてしまっているんだけれども、まあでもちょうどライブの時で47キロだから3キロ落ちたんだよね、全部でね。で今48行くか行かないかみたいなところをさまよってる感じで1キロ増えちゃったんだけれども、またちょっとここから秋からですね、
ステップ3なんですけれども、ここからもう一回ちゃんと食事見直して、後半戦頑張っていきたいなと思います。またその成果も、ステップ4まであるんでね、引き続きアップしていくので、ぜひぜひ待っててください。それでは、あゆちりなでしたー。